皆さんこんにちは。2018年にタッキー&翼を解散し、同年末での引退を発表した滝沢秀明さん、同じく2018年で引退した関ジャニ∞の渋谷昴さんとは、東のタッキー西のスバルと呼ばれ、ファンに親しまれていました。そして今、滝沢さんはジャニーズを退所後、新たな事務所 TOBE を設立し、三宅健さんの合流が発表され、5月にキンプリを脱退、ジャニーズ事務所を退所した平野紫耀さん、神宮寺勇太さんの合流も噂されています。そんな中で、元関ジャニの渋谷昴さんも TOBE に合流するのではないかと言われています。そこで今回は、滝沢さんと渋谷さんの仲良しエピソードや、 TOBE に合流すると言われる理由についてまとめていきたいと思います。滝沢さんというと、ジュニア黄金期と呼ばれる時期にジャニーズジュニアの中心として活躍し、デビューしていない、言ってしまえばバックダンサーという立場のジャニーズジュニアを一躍有名にしたと言っても過言ではありません。ジャニーズに入所してすぐにドラマで主役を張るなど、昔から光るものがありました。そんな滝沢さん率いる関東ジュニアの他に、関西にもジュニア養成所があり、ここで滝沢さんと同じ時期に活躍し人気を博したのが関ジャニ∞のメンバーだった渋谷昴さんです。残る者もいれば出ていく者もいる昨今のジャニーズ、元関ジャニ∞の渋谷昴さんもその一人でしたね。そのイメージからすれば、滝沢秀明さんとの仲は悪いのかと思われましたが、なんとお二人は90年代から人呼んで東の滝沢、西のスバルという関係だったそうです。関西ジュニアの露出が増えた頃から渋谷さんの人気も高くなり、東の滝沢、西のスバルという東西二大巨頭ができました。そのため共演も増え、何かと比較されることもありましたが、実はプライベートでは渋谷さんが滝沢さんの家に入り浸るなど仲が良かったんだとか。お互いにデビューし、今では当時のライバル関係を笑いに変えてしまうほどになっています。またジャニーズのカウントダウンコンサートで、あなたが見たい夢のツーショットで滝沢さんと渋谷さんがは堂々の1位となり、東の滝沢、西のスバルと書かれた T シャツを着て登場。実際その T シャツを着てお二人で歌ったこともあるそうですね。プライベートでも一緒に健康ランドへ行った後、滝沢秀明さんの自宅へ向かうほど仲の良い間柄だそうです。かつお互いストイックで、ライバルというより戦友のお二人、かねてからずっとジャニーズで頑張る胸を誓い合っていたといいます。しかしそんな渋谷昴さんの独立に、滝沢秀明さんは裏切り者とならなかったのでしょうか。著名な芸能リポーターさんの見解では、これがむしろ刺激となってお二人の約束を守るべく後輩の育成の打診を受け入れたとのことでした。こうして見ていくと、素行やスキャンダルにシビアな面を見せることもある滝沢秀明さんですが、情に熱い面も持ち合わせていますよね。いわば残る滝沢猿スバルという関係性に変化したということでしょうか。またそんな二人にはこんな話もあります。タッキー&翼の解散は近いのではないかと言われていた時期のこと。引退決断のきっかけは、タッキー&翼の相棒である今井翼さんがジャニーズ事務所の退所を決断したことだったといいます。彼はこの数年間メニエール病に悩まされており、治療に専念したいと退所を申し出たそうです。そんな彼の姿にタッキーも、タッキー&翼解散を機に自分も芸能活動にきっぱり区切りをつけようと考えたのです。さらに別の芸能関係者によれば、幻の相棒の去就も滝沢の背中を押したのだとか。そんな幻の相棒というのが渋谷昴さんのことです。二人はプライベートでも仲が良く、ジュニア当時はいずれ二人でユニットを組むのではないかと噂されていたほどでした。そんな滝沢さんは雑誌に連載していたエッセイで、二人で群馬県に遊びに行ったことも明かしています。せっかく群馬まで来たんだから温泉入るかってことになり、
2、3個お風呂がある健康ランドっぽいところで入った。なのに戻ってからもスバルはなぜかうちについてきてさ、しかも温泉に入ったくせして風呂入りたいとか言い出すし、風呂から出たらさらに僕のベッドで少し寝て、で帰って行ったんだよね。当時19歳だった2人ですが、その友情はずっと変わらなかったのです。15年末のジャニーズカウントダウンコンサート2015-2016で2人の共演が実現し話題になりました。事前にファンに見てみたいツーショットをアンケートで聞いており、1位になったのがタッキーとスバルの2人だったのです。彼らは東の滝沢、西のスバルと書かれた T シャツを着て、時代によく歌っていた明日に向かってを熱唱しました。二人が時折顔を見合わせながらとても嬉しそうに歌っている姿にファンたちも大歓声を上げていました。そんな渋谷さんは前述したように2018年4月音楽活動を追求するために12月31日をもって退所することを発表しました。ジュニアの代表的存在であり、仕事に関してはストイックということでも共通している彼らは、かつてずっと2人でジャニーズ事務所で頑張っていこうと励まし合っていました。滝沢さんは渋谷さんが人生の大きな決断を下した姿を見て、自分の今後についてもより深く考えるようになっていたのでしょう。そんな滝沢さんにジャニーさんがジャニーズジュニアの育成を手伝ってみないかと声をかけたのは8月中旬だそうです。滝沢さんは渋谷さんとの約束を守るために来年以降は約300人というジャニーズジュニアたちのプロデュースに専念すると決めたのです。しかし結果的にはジャニーズ事務所を退所してしまった滝沢さん、渋谷さんとの関係もこれで断たれたかのように思われていました。しかし今になって滝沢さんの新事務所で渋谷さんが再出発するのではと言われ始めたのです。ソロ活動もあまりうまくいっておらず、アイドルっぽさを消し去りたいと思っていた渋谷さん、そんな渋谷さんに手を差し伸べたのが昔の戦友であり相棒の滝沢さん。この2人が再びダッグを組めば東のタッキー、西のスバルの最強コンビが復活となりますね。いかがだったでしょうか。実際渋谷さん本人からは何も発表がないだけに事実は分かりませんが、渋谷さんが 2B に合流となれば大きな戦力になることは間違いありませんね。多くのファンも渋谷さんと滝沢さんのタッグをもう一度見たいと思っているようです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。